風雅竹林ラジオ第1回目、皆さんこんにちは。尺八演奏家藤原道山です。風雅竹林と耳慣れない単語かと思いますが、尺八だけの若手アンサンブルのバンド名です。風雅とは高尚雅な趣のあること、また詩や書、茶道などのたしなみのあることなんかね、言われてますけども、風雅の心得などと、使っている言葉、そして竹の響きという意味の竹韻を組み合わせた言葉です。尺八の響きが竹の林を吹き抜けていく風、そこからさまざまな音や響きが生まれてくる、そんなイメージを持って名付けました。まだご存知のない方も多いと思います。今日はですね、まずはこのアンサンブルの紹介をしていきたいと思っております。風雅竹林は2016年に大阪の泉ホールで旗揚げ公演を行い、その後東京の浜離宮朝日ホール、北九州の響きホール、他各地での公演やゲスト出演、テレビ出演、CD の制作など活動の幅を広げているところです。どうぞ音とともにお見知りおきいただければと存じます。さて、今回から3回にわたってメンバーを紹介していきたいと思います。演奏の方もどうぞお楽しみください。それでは今回の3人のメンバーを紹介したいと思います。じゃあそれぞれ声を聞かせていただきましょうか。はい、工藤連山です。村沢宝山です。田辺圭山です。はい、今回はこの3人のメンバーと、共に、お話ししていきたいと思っております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回の3人は3人とも東京芸術大学の出身で、今演奏家としてもね活躍している、メンバーですけども、今このちょうどね、自粛の時期でもあるんですけど、どんなことを皆さん してました。じゃあ工藤君から聞いてみましょうか。そうですね、結構新しいことを始めて、ブログとか、あとオンラインのレッスンとか、あとは、サポートクラブ作ろうかなっていうのをやってたんですけど、この、3日間とか4日間やってたのは作曲とか新しい自分の好きな音探しっていうのをやってました。いいですね。なるほど。いいですね、いいですね。村沢君は？そうですね、僕はこのコロナの自粛の生活が始まってから、最初の方はやっぱりこうとにかく練習をしようと思って頑張ってたんですけれども、ちょっと一日の正座時間がものすごい長くなってですね右足首を骨折するという非常事態が起きてしまいましていや、まさか私も大丈夫だったの？家の中で骨折するなんて夢にも思ってなかったんですがそれで3日間ぐらい横になって生活してたんですけれども、それが良くなってですね、ちょっとこの生活体に良くないんじゃないかと思い始めまして、でそれでやっぱりこういうことになっていろんな周りの演奏家仲間はですね YouTube とかに動画をたくさん上げてるのを見まして、自分も何かやろうかなというふうに、思ったんですけれども、ちょっと自分にしかできないこと何かなと思ったんですけど、私実は尺八以外にもたくさんいろいろな楽器演奏してまして、宮城道夫の作曲した日蓮という大合奏曲があるんですけど、それはお琴、尺八、胡弓、打楽器、笙、いろんな楽器が使われてる、曲なんですけれども、実は昔からですね、これ村沢くんだったら一人でできるんじゃないのみたいな笑い話ね、よくそういう話してたんですけど、ちょっとその話を実現させてみようかなと思いまして、一人で家でですね iPhone でひたすらその日蓮をいくつかに分けてですね自分で録画してつなぎ合わせてという作業を5日間にわたってやりまして、とうとう、宮城道夫の日蓮全曲一人で演奏したものを、完成させました、それが一番最近やった大きな仕事ですかね残念ながら、声の部分読書とコラスは入ってないんですけど、ちょっとパソコンのスペックの問題もありまして、動画の方にぜひカラオケでお楽しみくださいと入れたんですけど、それが思いのほか同業者に受けまして、なかなか大きな反応をもらって嬉しかったですなるほどね、なかなかでも一人でやるってできないから ねこういうのってね、だしね日蓮っていう作品は、宮城道夫春の海っていうねお正月によく聞かれる作品で、有名な作品を作った、作曲家でもあるんですけども、この日蓮っていうのは晩年に作られたすごく
長い曲なんですよね、うんうん、だいたい30分近くある作品なんで、はいはい、それでパート数もかなり、まあ、あの邦楽器でやるオーケストラみたいな作品なんで、そうですね、はい、そのオーケストラの作品を全部なんか一人でやったというね、うん、なかなか他の人じゃできないことを、5日間でやったということになるわけですね、はい、過酷でしたけど、はい、まあ、かなり、ね、楽しかったですね、はい、そうですか、はい、やっぱり曲がいいなという感じで、はい、あ、まあ、有意義なじゃあ5日間が過ごせたって感じですね。そうですね、はい、はい、田辺さんはどうでした？そうですね、私はもうなんか、まあ、このコロナの影響で本当にことごとく予定してたものが、まあ、もちろん皆さんもそうだと思いますけどキャンセルになって、基本的にはあのグループで活動してたりとか、どなたかからこうお仕事をいただいてっていう形でいつもか、作品とかを作ってるので、まあ、時間が有り余ってしまったので、まあ、一人でしかできないことっていうのをちょっとトライしてみようかなと思って YouTube 立ち上げて今動画作ってます。おお、ほほほ、え、もうチャンネルとかやってどんどんやってる感じ？今ですね、まだ自分で作った動画としては3つしか上がってないんですけど、うん、4本目をこの前録音し終わって明日あたり撮影しようと思ってます。はい、動画そうですか、うん、ちょっとそれも楽しみですね、はいはい、まあ、こんな、3人ですけども、今日はですね、まあ、せっかくなんで、まあ、生い立ちというかな、まあ、始めたきっかけとかっていうことも、うん、あると思うんですけども、まあ、ちょっとそんな話もちらりと聞いていこうかなというふうに思ってますけど、あ、でも今日の3人そう言われてみると皆さん、まあ、親とか親戚の方がその、まあ、邦楽に関わっていたメンバーだね。そうですね、そうですね、うん、まあ、ちょっとそんなこともあの踏まえてちょっとお話聞いていこうかな。工藤君、あのお母さんおことされてたんだっけ？そうですね、あの母が、まあ、あのおことやってました。あとあの長唄関係のいとこが、うんうん、はい、いますね。いますねって言うとちょっとあれですね、はい、また有名人ですよね。いやいやいや、はい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 、で尺八始めたのいくつぐらいから？12歳の時ですね。あ、11歳、11歳ですね。11歳、うん、で小学校、まあ、5、6年生ぐらい、5年生の時でした。5年生、うん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 、最初どうだった？いや、っていうか実はあのその頃僕あの押し入れの中を宝探しするのが好きだったんですよ、うん、で、押し入れ探してたら尺八が出てきたんですよ、うん、木管ですけどね、多分いとこかがやってたのかな、うんうんうん、ちょっと遊びで、それでなんだこの楽器はと思って、うん、先生にも使わないで6ヶ月間ぐらい学校以外はそれをこう尺八持って吹いてたんですよね、うん、それすごいね。で、うんうん、で6ヶ月後に初めてプッて音が出たんですよ、うん、プッて。半年かかった。かかりました。え、というかもう ずっと誰にも聞かずに一人で黙々と前も後ろもわからないまま、うん、でそのプッて出た音がすっごい気持ちよかったんですよね、うん、それで続けちゃいました半年すごいね。半年かかりましたね。あ、それはすごいわ、うん、まあでも自分一人でやったってわけだもんね、それね。そうなんです。先生に習うっていうことを思いつかなかったんですね、うん、まあその当時ってさ、まだインターネットとかそういうもの丸、うん、何にもない時代じゃない？うん、そうですね。だから、うん、探す方法とかもまあそこまで頭いかなかったんでしょうね。ただもうどうやったらこれなるんだろうっていう好奇心でやり始めた感じがあります、う
おで難しいじゃないですか正直尺八って。はいはいはい、それがいいんですよね今でも。あ、うん、最初からそうだったの？最初からそうでした。それすごいね、なかなかそれも、うん、うん、あやっぱり、あ今に繋がってるんだねそういうのって。そうなんですよ、だからちょっと楽器とかも鳴らないぐらいがちょうどいいぐらいなもの選んじゃうんですよね。なるほど、うん、はい、ちょっとなんか工藤君がいろいろとまた見えてきたね。、うん、でそれ半年経ってから先生についたの？先生につきました。はい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 。でももうずっと正座ですし、うん、逆に辛かったですね。あ、正座で習い出してきて。そうなんですよ、過呼吸でもうクラクラしながら、まあでもそれでも楽しかったですけど、ええ、まあ、正座ってなかなか子供しないじゃないですか。はいはいはい、なので、うん、まあ日々精神の鍛錬でした。なるほど、うん、うち逆にねちゃぶ台で育った方なんで。あ、そうなんですね。うん、なんか割とね正座普通だったんですよ。うん、もううちはすごい狭い家で本当に川の字で寝るような家だったんで、ちゃぶ台にですね、はい、もう正座で、育って、だから僕正座はねその当時は苦にならなかったんだけど、でもレッスンね僕の始めた先生は椅子だったんだよね。いやそれ正直羨ましいです。始めた頃はね、はい、そんな感じでしたね。そういえば今ちょっと僕思い出したなその話。いろんな境遇があるもんですね。ああ、そうね、あ、うん、そう、それで工藤君出身は北海道でしたね。うん、実は生まれは東京なんです。ああ、そうなの。東京の中川原っていう多摩で生まれたんですけど、まあ、3歳の時に両親の、まあ、ふるさとである北海道に移って、うん、まあ、大学入る前まではそこでぬくぬくと、うん、過ごしてました。ああ、なるほど、うん、まだ家ありましたねこの間見に行ったら。あ、その中川原の生まれた時の、うん、ありました、うん、その記憶覚えてないですけどね。あ、覚えてないか。覚えてないですよね。まあ、それ覚えてたらまたそれはそれですごいすごいなと思いますけど、はい、あ、まあ、でもじゃあ北海道っていうのは、うん、で尺八習ってたわけだよね。そうです、うん、同じぐらいの世代の人っていたりした？それがいなかったんですよね、うんうん、僕が大学卒業しても僕が最年少だったぐらいなのでいなかったですね。なるほどね。ただあと、まあ、うんうん、大学に入って、うん、あ、先輩が2人いたんですけれど、4年生1年生の時、4年生のその方が、はいはい、札幌出身ということで。はい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 、とってもお世話になりました。なるほどね、うんうんうん、はい、まあ、札幌の時には、はい、うん、会うきっかけがなかったっていう感じですかね。あ、なるほどなるほど、うん、ええ、割とね狭い世界なんだけどね。そうですね。そうですか、そうですか、なるほどなるほど。じゃあ、村沢くんは始めたのが、はい、まあ、でも他の楽器の方が早かったよね。そうですね、私母が琴弾きなのでお琴は2歳の頃からやっていまして、うんうん、あと祖父は仕事は税理士だったんですけれども、かなりヘビーな能楽の愛好家で、まあ、その影響でうち家族全員歌いをやっているという環境に育ったので、まあ、僕も5歳ぐらいからちょっと歌いもやったりしていました。尺八を始めたのは、はい、尺八は、ね、はい、歌うやってる人は、ね、少ないけどね、はい、私が確か9歳の頃だったと思うんですけど、う
あの母がですね、あのナルハチくんっていうのを買ってきたんですね、どこからか。あの、はいはいはい、樹脂製の樹脂なんですかね、あの竹じゃない練習用の尺八を、はい、どこからか、ね、はい、塩ビ管の尺八を買ってきまして、あのそれを僕にこうくれたんですけど、まあ、それで僕があの手放さないということになりまして、まあ、これはあのせっかくだから先生につけてみようかなと思ったらしいんですが、うん、まあ、その時あのちょうど道山先生がですね、あの仙台とか福島とか時々東北の方に来てるらしいという情報を母がキャッチしまして、私あの、はい、当時から今までずっとあの福島県の郡山に住んでるんですけれども、まあ、福島市、はい、仙台市っていうとあの通り道なので、まあ、できたらうちに寄ってもらえないかということで、うん、道山先生に見てもらったというのが尺八始めたきっかけらしいです。私はよく覚えてません。あ、覚えてないか。そこまでちょっとよくは覚えてないんですけれども、はい、はいはい、なるほどね。あのそう、僕はすごく覚えてるんですけど。あ、そうですか。はい、恐れ入ります。最初に一番あの、うん、まだ、ま、実は まあ、お母さん、村沢くんのお母さんとは、まあ、あの村沢くんが生まれる前から、まあ、僕は知っていたので、はい、はいはい、まあ、そういう、まあ、お付き合いがあって、まあ、あの村沢くんにも本当にちっちゃい時からですね、はい、まだその歌いもやってない頃からもう、あ、もう生まれたてぐらいの感じですかね、そうですね、はい、まあ、そのくらいからちょっとあの見ていたので、はい、まあ、あの本当に感慨深いんですけど私としても。そうですね、はい、はいはい、で、まあ、あの確かにそので郡山ってね、さっき、はい、あの言ってましたけど、郡山からずっとあの芸大、あ、そうなんです、ね、あの高校から通ってたんだよね、はい、芸大附属高校に入りまして、それも実はあの尺八じゃなくてお琴のお手入ったんですけれども、まあ、あの入った時にこう一人暮らしする家を探してみたんですけど、やっぱりあの東京で防音で上野に近くてとなると非常に家賃が高いんですね、うん、でしかも女性専用っていうのがかなり多くて、まあ、これはちょっと厳しそうなので、とりあえず新幹線でうちから通ってどうしても辛かったらまた考えようという話になったんですけれども、うん、まあ、それからあの博士課程までの12年間一回も辛くならなかったということで、郡山から12年間通い切ったというのが、まあ、ささやかな自慢です。そうだよね、新幹線通学をずっとしてたわけだもんね。そうなんです、うんうんうん、まあ、でも何人かいましたよね、あの新幹線で通学してした、う、ね、うん、僕芸大附属高校のクラス42人だったんですけど、6人新幹線で通学してましたね。へ、はい、そんなにいたんだ。はい、郡山から2人いたんですけど、あと長野とか静岡から通ってる人もいましたね。あ、まあ、通えるっていうことなんだね。そうですね、通おうと思えばね、はい、まあ、これからね、芸大を目指す人も新幹線でも通えるってことがこれで証明されたってことですね。あ、そうですね、ぜひあの、新潟とか長野とか福島の人もですね受験してほしいなと思いますけど。あ、そう、はい、新幹線できましたから、富山の人もね、はい、通えるらしいですから。ああ、そうね、はい、今はねもうあちらからもね新幹線通りましたからね。はいはい、なるほどね。はい、じゃあちょっとあの田辺さんの方も聞いてみましょうか。はい、田辺さんもね、実は僕はよくあのお父さんとはもう本当に昔からよく知り合いなんですけど、はい、というか兄弟子でございますね。、はい、そうですね、私の家は父が尺八演奏家で、まあ、母もお琴を弾いているので、小さい時から楽器のことは知っていたし、近くにはあったんですけど、尺八を始めたのは高校生の時ですね。で、高校2年生の終わりぐらいかな。あ、高校2年生の初めにうちの父のお稽古場に同世代の女の子が習いに来て、でその子がなんか結構上手だったっていうので、うん、あのある日の夕食の場で話題になって、でそれで、うん、女の子もやるんだと思って、でそのままご飯が終わってからお稽古場に行って、うん、私も吹いてみたいっていうので、
でそこで吹いたのが、まあ、自分で吹きたいって言ったのは多分初めてだと思いますね。その前に多分こうちっちゃい時に親にこうやって、うん、尺八当てられて吹いてみたっていうのはあったと思うんですけど、まあその高校生の時に初めて吹いて自分からで、それで、うん、その時にあの工藤さんとはちょっと違って最初から音がね結構鳴ったんですよ。それでね、なんかすごい「おお」とか言って言われて、で「鳴るじゃん」とか言ってて、うん、まあね、うん、乗せてもらって、そしたらなんか勘違いしてね、多分天才かもしれないと思って、なんか絶対向いてるって思っちゃって自分で、でそこから、うん、まあ、負けず嫌いな性格もあって、ちょっともう教本とかを借りて吹いてみたっていうのがきっかけですかね。はい、なるほど、はい、あのまあこの今日いる、まあ、3人の中で一番あの始めたのは、まあ、遅かったわけですけども。そうですね、16歳ぐらいかな、うん、なのでだから高校2年生で始めて、高校3年生の春から道山先生に習いに伺ってますね。はい、はい、そう、だから曲あんまりねその頃知らなかったんだよね。何にも知らなかったですね。でもなんか芸大受けたいっていう風になって、うん、で、まあ、父にそれまでは習ったんですけど、まあ、お稽古も時間をコロコロ変更したりとか、パジャマでレッスンしたりとか、うん、あとなんかまあ父からもう師弟関係にはなりたくないって言われて新しい先生についてくれっていうことでまああの、うん、イケメン尺八の先生がいるっていうのも情報を教えてもらってで、まあそのまあ、うちの父がなんかその道山先生と昔からあの交流というかその、うん、師弟関係で、あ、師弟じゃない、その兄弟弟子でなんかその、うん、教えてくれるっていうことに関してはやっぱりあのなんていうのかな、若い先生、その宝山先生とかいろいろな先生の音源とかも聞いてたんですけど、うちの父的には若いこれからの人っていうので、あの絶対道山先生がいいんじゃないかっていうので、あの、まあ、紹介していただいて、先生のとこにつなげて、つながれたっていう感じですかね。すいません、ありがとうございます。いや、あの田辺さんね、あの実は同じ、まあ、区が一緒だったんですよね。はい、あの東京23区の江戸川区っていうところで、まあ、あの生まれ育って、僕もそうなんですけども、はい、で家が割と近かったんですよ、うん、当時あので、僕もあのその田辺さん の, あのお父さんからね、あのこの音源とか持ってるとかって言われて、あ、持ってますよって言って、あ、じゃあ僕あのカセット、まあ、当時カセットでしたから、カセットあの自転車で届けますとかって言って、あの高校生ぐらいの時にあの田辺さん家行って、うん、あの行ったらあの食事ごちそうになったりとかね、カレー、そんなこともあって、カレーです、はい、あのそんなこともあったりとか、あの まだその時はしおりちゃん、あ、しおりちゃん生まれて、あのでも生まれて、生まれてて、生まれてた、抱っこしてもらったって言ってました、うん、あ、そう、はい、実はその記憶はちょっと忘れてたな、そうか、抱っこしてたか、はい、実はそんな長いお付き合い、そうです、そうかそうか、そう、あ、それとか、あのそのね、お母さんとも、まあ、合奏したりとかっていうのもね、あのありましたし、はい、はい、まあ本当に、お父さんお母さんにもねすごくあのお世話になったりもしてましたしですね、はい、まあ、そ、あの近かったっていうのももちろんあって、で、うん、あの高校も実は一緒なんですよね。たまたま同じ高校に後輩として入りましたね。はい、そうなんですよ、はい、まあ、ちょっとここだけの話かもしれないですけど、うん、ここだけじゃなくなるのかな、え、あの、あ、中3の時にね、あのそれこそお父さんから電話かかってきて、あのこの高校
でどうって言われて、あの電話がかかいや、あの娘がね受けたいと思ってるんだけどっていう言ってるんだけどどうって言って、あの相談を受けたことは実はありましてですね、はい、いい高校でした、あのいい高校でした、いい高校でしたよね。あのだから在学中に先生が学校に演奏しに来てくださったこと、はい、学校地域のコンサート披露みたいな、はい、なんか90周年かなんかのイベントでしたよ ね、あれ私の先生とか言ってやってました。そうだった。そうで、あのそれこそ僕が卒業してあのからあの次にあの、まあ、大学もね、うん、あの同じ大学でしたので、田辺さん入るまで同じ大学うちの学校から行った人いなかった、ね、いなかったって言われましたね、はい、まあそんなことでですね、尺八と出会った、まあね、割と出会うきっかけがチャンスが他の人に比べたらもしかしたら大きかった、3人かもしれないですけどね、はい、まあ、今日はですねこんな、3人のメンバーとですねお届けしておりますが、まあ、せっかくなのでここでちょっと、1曲聴いていただきたいと思います。風雅竹院の CD から失われた時。風雅竹院の CD から失われた時をお届けしました。さて、今回は3人のメンバーでお届けしております。さて、今この活動っていうのは、まあ、もちろんこの風雅今聞いていただきましたこういうアンサンブルの、我々の活動とともに、まあ、それぞれソロの活動っていうのもいろいろやって、いると思うんですけども、今ちなみにどんな活動を、してるんでしょうかね。工藤くんどうですか。はい、まあ、今ねこんなコロナっていう状況なので、まあ、演奏的には落ち着いているんですけれど、実は今年の10月から新しいことを始めようかなって思っています。あ、はいはい、ちなみにどんなことか今言える範囲で。はい、あのもう日程も実は決まってるんですけどね。ああ、そうなんだ、うんうん、そうなんですよ、10月の22日の木曜日と、まあ、年4回やろうと思っているんで、3ヶ月に一遍やろうと思っていることがあります、はい、で、ほい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 、禅の響きって書いて禅の音っていうことで、はい、まあ、地なし感、はい、まあ、江戸時代に流行ってた虚無僧の音楽を年3回お届けしようかなと思って、企画を今しているところです、はい、でただその禅の音だけではつまらないって言うとあれですけどね、うんうん、もっと新しいあのこともやりたいので虚無僧の、まあ、使っていた楽器を使って新しい独奏曲を、毎回お届けしようかなと思っています。はいはいはい、なるほど。でまず決まっているんですけれど、その10月22日木曜日っていうのと、来年の2月の、
23日火曜日っていうのが決まっています、はい、でどちらも近江学堂、初代の近江学堂で演奏する予定です、はい、東京 の, あのオペラシティっていうところにありますね。オペラシティ、ね、初代の、ね、近江学堂です ね, ですね、はいはい、なるほど、楽しみですね。そうですね、はい、じゃあ村沢君の方はどうですか。そうですね、僕はあのさっきも言いましたけど、あのずっと福島県の郡山っていうところに住んでいるんですけれども、あ、ちなみに生まれはですねイタリアのミラノ市というところなんですけれども、はい、これはねぜひ言いたかったところなんですが、まあ、あの2歳の頃ですね、割とすぐ、日本に帰ってきまして、もう2歳からずっと郡山にいるという状況なんですが、まあ、やっぱりこっちの方ですと、あの一緒に演奏する仲間がですね、うん、なかなかいないということがありまして、うんうんうん、まあ、あの数年前からやっている企画なんですけれども、あの独演会というものを時々やっていまして、これはあの尺八もなんですけど、それ以外にお琴とか三味線とかですね、自分のやってる楽器であの独奏曲をたくさん聴かせるというシリーズを展開しようかなと思っていて、まあ今まで第2回まではやったんですが、第3回をですね考えている途中に、まあこのようなことになってしまいまして、まあ、今後の見通しはまだ立っていないという状況なんですけれども、あとですね、あのやっぱりその特に三味線とかですね、なかなか一人きりで演奏する機会っていうのは意外と少ないなっていうふうに思っているので、まあそういったところも開拓したい、あのこれすいません、風雅チャンネルなのに三味線の話になってしまいましたけれども、まああの尺八ももちろんですけれども、まあやっぱりそのほとんど演奏家がいない街で活動していくっていうのはどういうふうにやっていったらいいのかなというのはなかなか、常日頃考えていることでして、まあ、独演会ももちろんですけど、いろんなことこれから考えていけたらいいなというふうに、思っています。はい、じゃあさっきの YouTube もそうですけどね。あ、そうです、そうです、そういうのもね、はい、含めて、あの私本名村沢ジョージと言うんですけれども、それで検索していただけるとあの出てきますので、動画が、はい、ぜひそちらの方を見ていただければと思います。はい、ちょっとそちらの方もまあ含めてまた今後楽しみにしてます。さて、田辺さんは。そうですね、まあ、私も田辺慶山という名前ですが、あのもう一つ本名の田辺しおりで、うん、基本的にはあの活動もしていて、でしおりはひらがななんですけど、あの今やってることとしては、自分が組んでいるユニットでなでしこ J アンサンブルっていうのがあるんですけど、うん、そのがなでしこの楽曲、まあ、CD は発売してるんですが、今回このお家で過ごす時間がみんな長いかなと思って、うん、あのなでしこの楽曲を楽譜として出版しようかなっていうふうに考えてて、うんうんうん、で皆さんにこう楽しんでもらいたいなと思ったので、まあ、おことと十七弦と尺八の3人のユニットなんですけど、今その楽譜を今作っています、はい、で、まあ、それと同時に自分だけ の, そのさっきもちょっとお話自己紹介でお話ししましたけど、 YouTube のチャンネルを作ったので、それもまたこうみんなが楽しめるお家でできるようなもの、うん、例えば今は自分がやりたいこのカバーとかを上げてるんですけど、うんうん、まあ、初心者 の方に向けてとか、まあ、レベル別でこうやりやすそうな楽曲をちょっと選んで、うん、あのお家で一緒に楽しめる動画をできたらなと思って考えております、はいはいはい、あ、なるほど、はい、ちょっと結構動画とかそういったもの興味あったり、うん、する感じかな。ありますね、やっぱり、まあ、高校時代に始めてからずっと思ってるのが、こう自分では尺八ってすごい面白いって思ったり、こういうところ聞いてほしいとかっていうの、やったらもっと楽しいのにとかっていう思いがあるけど、同世代にはなかなか伝わらなかったりとか、うんうんうん、なんかすごい渋かったねとか、うん、なんかすごかったねとは言われるけど、なんかそのやってみたいになんかあんまりつながってないような気がして、で私なんかこうみんながもっと特別感を持たずに馴染む楽器になってほしいなっていうのがすごい強くあるので、まあそれには音だけじゃなくて映像とかなんか違う形で表現できた方が
つながるきっかけが増えるかなと思って、そこはかなり興味ありますね。なるほどなるほど。じゃあまあそちらのね、うん、あの YouTube チャンネルの方もぜひまた、皆さんにもね、はい、見てもらいたいなというふうにも思いながら、はい、田辺しおりで作ってます、はいはい、じゃあそちらの方もね、はい、ぜひね、はい、ご覧いただけたらと思います、はい、さてそろそろ、お時間となってまいりましたが、この風雅竹院はですね、他にもまだまだメンバー、ございます、いますので、次回もまたお楽しみにしていただきたいと思います。それでは今日の、3人の、メンバーもう1回、ご紹介しましょう。自己紹介してもらおうか、もう1回改めて。はい、工藤連山でした。はい、村沢宝山でした。田辺しおり、田辺慶山でした。はい、風雅竹院ラジオ藤原道山でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。